やあ、おかえりともよ。今日もお勤めご苦労だったな。風呂にするかね、食事にするかね、それとも、わ、た、し？何を言っとるんだね、君は。古典的なウェルカムジョークを真に受けるんじゃないよ。いや、だが責められるべきは僕の方か。この小さな体に隠しきれない大人の色化が君を惑わせてしまったな。セクシーユニで申し訳ない。さて、創作に学んだ新婚さんごっこはこのぐらいにして。だ、どうしよう。今日来てもらったのは他でもない、友人の君にしか頼めぬ重大な任務があるのだ。端的に還元すれば僕の愚痴を聞いてくれ。題して、なくした手帳が未だ出てこない件について。どんどんパフパフ。僕はね、一応学内での体裁を気にして特例の権限を大っぴらに行使するようなことはこれまで極力控えてきたのだよ。しかしだ、すでに探知魔法はもちろん、鬼頭朴仙に至るまで僕が個人で尽くせる手は全て尽くした。ポーン。今週の王座はブリバリぶっちぎりの最悪です。なくし物も明日への展望も 100% 見つからないでしょう。うむ、占いはこんな感じだった。となれば、あとは人海戦術で学院中をしらみつぶしに探すほかない。やむを得ず教務主任に特別捜索班を組織するよう要請したよ。かの手帳が僕の論文作成に不可欠なものだと説いたら、速やかに教職員数名による一斉捜索活動が開始された。それが3日前のことだ。そして本日先ほど、同班解体という秘宝が届いた。いわく、これ以上探しても無理です、マジもう勘弁とのこと。つまりこの件は完全に詰んでしまったのだよ。とほり、いや確かにな、バックアップがあるから作業を続けるに支障はない、などと当初は僕も応用に構えていたよ。だがな、そのアンノンはあくまでオリジナルがいずれ手元に戻ろうという前提あっての話だ。もしもあの手帳がどこの誰とも知れぬ第三者の手に渡ったとなれば、少なからず心穏やかではいられないのが正直なところだ。うん、困るか困らないかで言えば、まあ基本的には別段困らないな。眠れぬ夜に血迷ってしたためた情感たっぷりの耽美ポエムが注目にさらすには少しばかりお恥ずかしいくらいか。とはいえ、いやしかし、まさかな。どうしたのだろうね。その問いを自らに投げ続けている。我ながら釈然としないのさ。虫の知らせというやつかな。あの手帳に記述されている概ねは、日常のつれづれに浮かんだよしな仕事を規則性もなく簡略的に書き殴っただけの打文だ。例えば、とある身体上の継続値とその繊維の記録などは、僕にしてみれば乙女の保険に関わる最重要機密だが、どうせ他者の目にはただの数字の羅列としか映るまい。だが中にはそうでない記述も多少ある。例えば今回の研究論文、すなわち世界にわだかまる根源的な虚構の覚書などだ。いや、盗作の可能性を危惧しているわけじゃない。なぜなら研究内容の公開はすでに学院を通じて学会へ提出済みだ。端的に還元すればパクればバレる。だというのに、何なのだろうな、この落ち着かない感覚は。単なる杞憂、
神経質な勘繰りだとは思うのだが。優しいな、同志。イブの気持ちはありがたく頂戴するが、それは根性論というものだ。それとも僕の話を聞いていなかったのかね。もう一度言おう。すでに学内は隅々まで捜索させた。ならばこれ以上どこを探せばいいのだ。ここ？この部屋？確かにこの部屋は探していない。理由は単純。もしもここにあるのなら僕の探知魔法にかかっているはずだからだ。いや、確かに僕の魔法が絶対という保証はないが、まあおそらく多分ないんじゃないかな。しかしこの部屋は主に本だが、あまりにも物が散乱しすぎている。俗に言う汚部屋というやつだ。我ながらよくもここまで散らかしたものだと感心さえ覚える。いや、言い訳じゃないが、僕は過ぎた秩序より適度な混沌を愛する主義でな。種の進化がおしなべて遺伝子のエラーから生じるように、部屋という日常の小宇宙にも偶発的な変異の生じうるカオスなエントロピーのバッファーが、いや無理だ。何か壮大な偶話を祭り上げて理論的な正当化を試みたが無理だ。これはただの汚い部屋だ。この混沌の中からあるかもわからぬ手帳を探すというのは、もはや砂漠で宝石を掘り当てるに等しい作業だが、というよりただの大掃除だが。ちなみに僕の嫌いな四字熟語は整理整頓だ。それでもやるというのかね。賢明だ。東の果ての小さな島国にこんな提携士があるという。白川の清きに魚も住みかねて。よくわからんが、確か部屋は散らかってて OK というような意味だ。うん、やはりやめよう。限りある時間は合理的に消費されるべきだと思うんだよ、僕は。よくないな。いや、しかりその通りだ。どうしよう、よくぞ言ってくれた。僕は今思考がそれていたぞ。一瞬ばかり面倒だしもういいかという思考が芽生えたら、僕の意志は徐々にその方向へ流されてしまった。精神操作というほど不自然ではない強度で、ごく緩やかに。やれやれ、実は今の研究を始めてからこういうことが多くて困る。僕は日常の記録とその参照が強く習慣づいていたから、無意識的にメモを読み直すことでたまたまこの世界に違和感を持てたけれど、通常はこうして緩やかに興味や関心を失ってしまうのだろうな。認識阻害、やはり世界は僕らに作用している。だが現状はそれも妄言じみた陰謀論に過ぎない。失言だったな。君は聞き流してくれて構わんよ。差し当たって僕らはこの部屋でなくし物を探そうじゃないか。そうだな、とりあえず僕は自分の机周りを担当する。君には部屋全体の掃除、もとい捜索を任せよう。まずは床に散らばった大量の本を書家へ戻してもらおうか。ああ、違う。それは図鑑だから、向こうの棚だ。いや、分類表を見てくれ。それは辞書だろう。待て、
それは人文科学だから3段目の。わかったわかった、もういい。蔵書関係は僕が自分でやる。嫌な予感がする。さりげなく彼一人に大掃除を押し付ける予定だったが、これはもしやほとんど自分でやる羽目になるのでは。ああいや、なんでもない。そうなると君には学術的廃棄物の収集と分別を頼もうか。端的に還元すればゴミ出しだ。いや待ちたまえ、その干からびた植物はゴミじゃない。識別魔法に用いる希少な触媒だ。もろく崩れやすいゆえ取り扱いには気を払ってくれたまえよ。何せゴミのように見えても市場価格は一房でランドソル市民の平均月収ほどはする。おお、取り扱い崩れる崩れる、平均月収崩れる。うん、今度はなんだ。はあ、その巻物か。それはだな、いや古より伝わる秘術の文様に見えるかもしれないが、正直こないだ描いた僕の自画像だ。手慰めに芸術を模索していた時期でな。だがご覧の通り取るに足らん秀作だ。あえて後世に残しておく意義は少ないだろう。ゴミ、まあそうね、ゴミかゴミ以外かで分類するなら確かにゴミなんだけど。先輩、そういう言い方ちょっと気になるかな。ああ、こら待ちたまえ、そこには僕の衣類が入っている。そっちは自分で片付けるから結構。うわあ、それは下着。ギャー、触るな。はあ、疲れた。そして結局泰山冥道してネズミ一匹さえ出ず、端的に還元すれば何も見つからなかったということだが、こうなるとやはり僕の手帳は現在何者かのもとにあると考えるほかあるまい。嘘や隠し事に長けた強大な力を持つ何者かなどではなく、ただの物好きなポエムマニアであればいいのだが。さてどうしよう。今日はありがとう。もう日も暮れる。そろそろ解散としよう。ん？君、右の頬が埃で汚れているぞ。そう、そこだ。うん、綺麗になった。待て。おい、今君、何で顔を拭った？うわ、それ